ライル、何をしている？兄ちゃん、これは。話は後で聞こう。敵を片付けたらな。何言ってんだよ、こいつらならもう。お前は。これはまたひどいやられようだな。社長。ライル、あいつを知っているのか？ああ、セーラを迎えに行った時にね。この前はセーラに免じて見逃してやっただけ。遊んでいる時間はないのだよ。貴様と違って私は命がけの戦いを幾度となく経験してきた。ケルティア家の先代家主との戦いも含めな。なんだと。下がっていろ、ライル。兄ちゃん、でも相手のレベルも把握できないお前には無理だ。失礼、先代とも渡り合ったお方だったとは。ならば私も相応の礼儀を見せるとしよう。嘘だろ、兄ちゃんがソウルウェポンを。共鳴せよ、ダークソフィア。下がっていろ、巻き込まれたら死ぬぞ。消えた気配すらない。終わったな。周囲に溶け込んだ兄ちゃんを探せるわけがない。ビンゴ。兄ちゃんを見つけるなんて。社長すげえ。チッ、いい気になるな、ガラクタども。社長、傷が。ゴミなんてかばうからだ、バーカ。ざまあみろ。愚か者。弟が余計な真似をせねば俺の攻撃が当たることはなかっただろう。兄ちゃん。心せよ、ケルティア家は技が隠密であるのみ、魂が卑怯であってはならぬ。先代がなぜお前を後継者に選んだかよく分かったよ。まだまだ。先代ロードがお認めになったただ一人の人間、フランケンシュタイン。一体お前は何者なんだ。俺がグランディアを捨ててその力をカルタスに吸収させれば。兄ちゃん来るな、足手まといだ。兄ちゃん、俺のソウルウェポンを受け取ってくれ。このグランディアを兄ちゃんのカルタスと合わせれば。いい加減にしろ。それは父上がお前に授けたお前だけのソウルウェポンだ。次の家主にふさわしいもののみが受け継ぐソウルウェポンを父上は二つに分け俺たちに残した。決して許されぬことを父上はした。その意味を考えろ。それは俺には俺の、お前にはお前の果たすべき役割があるということ。それを簡単に手放すだと、父上の思いを無にする気か。お前たちの父レイガは私に力の使い方を教えてくれた男。どこまでも厳しく無口で可愛げがなくて気高い、実に彼らしい。さあ、彼の血を継ぎケルティア家を担う新世代の家主たちよ、もっとやろう。